AKB48 チームハルピョンこと橋本春奈です。チームハルピョンこといける。おいしさ、みんな久しぶりな感じがするね。お久し。なんかあんなに私自身ドボンしてたのに、この2日間ほんとなんか、あ、待って、電波悪いですから変えなきゃ。この2日間全然できなかったから、すごいずっとワードボーンと思いながら、もうでもみんなが頑張ってくれてると思って、私もお仕事頑張っていました。眠たい。ほんとここ3日間ぐらいの睡眠時間が全然で、とりあえず眠い。待ってね。皆さんからいただいたあのショールームギフトのグルメカード、海鮮のやつが今日までなの。これをやんないと、みんながせっかく頑張ってくれたのに無駄になっちゃうから良くないので、ちょっとこれだけやっちゃいます。いや今日これが一番心配だったいや10日その10日今日までっていうのはすごい分かってたんだけど、そうで、だから絶対に忘れずに、このなんていうの、このカードの裏に書いてある番号と、なんか暗証番号みたいなやつを覚えておかないとっていうか、それがないとそのギフトが交換できないんですね。でそれをこのその昨日出発する前にこれを写真撮っとこうと思ったので、合間の時間とかにこう選べるようにしとこうと思ったんだけど完全に写真を撮るの忘れてて、そうなので今やってます。申し訳ない。
電話番号。今日、昨日今日でとあるお仕事をさせていただいてたんですけど、昨日今日のお仕事はなんか一緒だけど違うみたいな感じなんですよそうだからなんかちょっと難しいんですけど、でもどっちも超楽しくて最高でした。これはね、もうちょっと先かな、みんなに言えるのは。もうちょっと先なんで、ちょっとまだなんですけど。楽しみにしててね。これは何で届くんだろう、何で届くか分かんない。インスタのストーリー上げてた。ありがとうハート、レピハートレピ。申し込みをする。よし、オッケー。ギフトの交換手続きが完了しました。しゃ、この番号を控えておきます、スクショで。で、今日のタピオカ本当にいろんな、いろんな、ことを今日、昨日今日でさせていただいて、まあね、いろんなメンバーの、本当にいろんなメンバーの SNS フォローしてますとかっていう方だったら、もしかしたら、あ、誰と一緒にいたのかなとか、このメンバーと一緒だったのかなとかっていうの多分分かると思うんですけど、まあ本当に何だろう、久しぶりに仕事してそう、久しぶりに仕事したんですね。まあ本当、まあ、ずっとでもドボンもショールームもいい仕事ではあるんですけど、本当に久しぶりに人と出会う仕事をして楽しかったです。でもやっぱこの、なんて言うんだろう、なんか自分もこの何ヶ月間か、まあ1年ぐらいで本当にいろんな仕事をさせていただいて、いろんな、なんか成長したなって思う部分もすごいあって、なんかもちろんまだまだなんか、あ、どうしたらいいんだろうって思う部分はすごいたくさんあるんだけども、でもなんか本当になんかこの1年とか1年半2年ぐらいで本当に成長したなっていうのはすごい自分の中で思ってて、なんかそれって本当にいろんなお仕事をさせていただいて、いろんな経験が増えたからだなっていうのが思ってて、まあ全然めっちゃ、もう10年目なんですけど10年目だけど、本当にここ最近で、なんだろう、まあ元がさ、そのなんていうの、いろんなお仕事を初期の時とかにこう、なんか8は人数が多いから、それに選ばれてなかったからっていうのはあって、そのだから元が全然できなかったりとかやってこなかったからこそ、この数年でいろんなことをさせていただけてる分、本当に成長してるなっていうのは実感してて、めっちゃ、もちろんまだまだですけど、全然まだまだなんだけど、
でもほんとそう、でもね嬉しいことがあったの、まだ言えないんだけどねまだ言えないんだけどね、そう今日あったの全部今すぐ言いたい、今日昨日の出来事全部今すぐ言いたいんですけどしたら怒られるのでやめておきます。でもここなんどんぐらいだろう、全然ここなん、ありがとう、ここ何ヶ月数ヶ月で初めて知り合ったスタッフさんに今日食レポうまくなったねって言われました。嬉しい嬉しい、解禁楽しみにしててください。いやほんとなんかさ、一番最初に私が本格的に食レポをさせていただいたのってこのそれこそドボンのなんかあれだったんですよ、なんかご褒美グルメ食べましょうみたいなやつだったんですけど、マジで本当になんか、まあその時本当他の周りのメンバーが全員先輩、全員先輩ではないけど全員選抜メンバーで、そうやっぱっていうのもあって緊張はしてたし、それにその食レポをね他の先輩方もたくさんやったことあったりとかしてたりとか、もうなんか高級なお寿司屋さんすぎて味が全然もうなんか高級すぎてむしろわかんないみたいな感じだったし、そうでも本当にその時から比べたらもう全然、なんかもちろんこうなんていうの、すっごいできるようになったわけじゃないけれども、でもそっからあ名前変えなきゃ忘れてた、ずっとそっからなんか食レポの大事さっていうか、なんて言うんだろう、食レポの方法じゃないけど、なんか何を伝えたらいいのかとか、そういうのがをちょっとずつ、そのそれこそ他のバラエティだったりとか他の番組とか YouTube とかも見たりとかして、なんかこう言ったらいいんだとかこう言ったら伝わるんだとか、伝わってるか分かんないけど、まあでも他のその食レポやってる方はこうやって言ってるなとかっていうのをこう、まあ、分かるようになったっていうか研究するようになった。やっぱやらないから知らなくていいやみたいな気持ちでいたんですけど、そりゃ成長しないわって感じなんですけど、でも今回こうやって食レポうまくなって、なんか前の時も食レポうまくなったねってそうスタッフさんに言っていただいたりとかして、なんかそれが嬉しいなと思ったし、いやほんとなんかいろんな番組で鍛えていただいているので、ほんとこの数年めっちゃありがたいなって思って、やらせていただいております。いやでも多分この今の食レポはなんか AKB の中だから許されてる食レポかもしれないので
もっといろんなね先輩だったりとか、その芸能界の先輩のこうなんていうの食レポを見て学んでいかなきゃいけないなって思いました。そう、頑張ってありがとう。あ、ドボン返しされてる、かわいそうに。でメールにもねちらっと書いたんですけど、ちょっと本当に昨日まず5時起きでしょ。おかしい。でそっから本当にバスで移動するしたんですけど、なんかまず寝れなくって、全然あくびはめっちゃ出るのに寝れなくって、でまあ私もドボンしようと思って、まあドボンしてたら眠くなるかなと思ってドボンしてて、でも全然眠くならなくて酔っちゃって、そしたら車酔いしちゃって。そうで、その一番要席だったんですよ、車のこ後ろのタイヤの上だったから一番酔う席だったし、そこでドボンしてそりゃ酔うよねみたいな感じになって、でちょっと画面見るのやめようと思ったんですけど、もう酔ってるから車酔いしてるから気持ち悪くて寝れないみたいな。でその途中休憩があったんですね。でその休憩の時にスタッフさんに酔い止め、マネージャーさん、いつも何でも持ってらっしゃるマネージャーさんが今回帯同してくださってたので、何でも持ってるから酔い止めってありますかって聞こうとしたんですけど、でもそっからもうすぐだったの着くのが、だからなんかそれはいいかと思って飲まずそのまま寝れず、バスの中全く寝れず、で昨日も結局お仕事自体が終わったのが何時、もうみんなにリバースしたぐらいの時間、全然ね、だからドボン全然できなかったんですけど、みんなにリバースした時の時間だから、ドライヤーしますって言ったのが2時半ぐらい、だからそのもう本当お仕事終わってすぐだから2時ぐらいに終わって、そう2時ぐらいに終わって、そっからもう寝る準備もしてダッシュでお風呂入って、で、まあ、3時ぐらいだったから最後に時計見たの3時ぐらいで、そっからなんかゆっくり、でも湯船に浸かりたいじゃないですか、こんだけ疲れてたら、でもいやもう無理と思って明日の朝起きたらにしようと思って、で、まあ、メイク時間今日の朝ねメイク時間とかも考えてちょっと何時かなって考えてたら、まあ6時くらいかなみたいな、6時くらいに起きればゆっくりお風呂入ってみたいなできるかなと思って6時に起きたんですよ。でもなんか気持ち悪くて寝不足で気持ち悪くって、でもう一回寝て、でもアラームか、まあそのほんと起きたいなって、7時半ぐらいに起きたいなと思ったの、7時半ぐらいに起きて、まあ、準備してお風呂、まあギリ、まあ、ゆっくりは入れないけど、はい、まあ程よく入れるなみたいな感じ、湯船程よく浸かれるなぐらい
の時間だったんですけど、で、まあ、7時半になるちょっと前にパッて目が覚めて起きたと思って、そう起きれて、そっからそういう、もうせっかくならね、大きいお風呂に行こうと思って、大きいお風呂に行って、で湯船ズーンって使ってって感じ。そう、でメイクして朝ごはん食べて、そう朝ごはんの時にドボンしてた朝ごはん食べて朝食で出発して、でその行きのバスの中でもドボンしようとしたんですけど、あの本日のね進行台本というものがありましてね、それを読む、もう読んで頭に入れなきゃいけない。もう今日全然、もう昨日の夜確定校上がったみたいな感じでそうだから、それを読んで頭に入れなきゃいけない、で読んで頭に入れてってやってたら、まずドボンできないじゃないですか。でその文字読んでるから気持ち悪くなるじゃないですかまた車酔いで、さすがにその最初の休憩というか、最初一瞬降りたところがからまたプラス長い時間ちょっとかけて、こうなんだ次の行かなきゃいけないところに行くってなったんで、ちょっとさすがに酔ってるかなと思って、ちょっとその時はちょっと車酔い止めをいただきました。したら寝てた、気づいたら。で今日一日いろいろ回ってっていう感じです。でも本当に楽しかったです。昨日今日2日連続車酔い、そうね、まあ多分さ、このさ本当1週間ドボンしかしてなかったじゃん。だからなんか乗り物に乗るっていう機会もまずなかったんですよ。そうだから余計に多分久しぶりにこの乗り物の揺れを体験して、そうちょっと酔っちゃった。あとはまたお盆と台本を読んでたことが原因ですね、完全に。で睡眠不足、はい、もう原因は分かってます。でもちょっと明日もね、明日はねちょいオフな感じなので、ちょっと何も考えずに起きたい。一回ドボンは絶対にやるから、起きたらやるから、ちょっとドボンやんなきゃっていう頭で一回起きたくない。一回ちょっとこの2日間の睡眠不足を一回リセットしたいそうだからちょっと一回リセットして、まあ起きてからしっかり頑張るっていう感じ、うん、ちょっと一回ね、さすがにぶっ倒れる。
ロウィングッズのウサギのチェキ、イエーイ。もう本当は早く言いたい全部今日の話だから、またこれが解禁された時にはまた言うね今日のいろんなこと。あとはなんとまたもう一つ嬉しいお仕事が決まりました。やったー。ちょっとまだまだだと思うんですけど、解禁というかこう発表というか、まあ、だいぶまだだと思うんですけども、こちらもぜひ楽しみにしといていただきたいなって思うのと、あとは来週ぐらいに嬉しいお知らせをちょっとできるんじゃないかなって一個思っているので、来週なのかな、来週にはできてるかな、来週ちょっと過ぎぐらいかな、2週間以内には一個嬉しいお知らせができているなと思、できるなと思っているので、楽しみにしててください。本当に眠たい今日はいっぱい漢字を読んだから本当に眠たい。台本の漢字いっぱい読んだからお、でもすっごい楽しかったです声を大にしてすっごい楽しかった。目が眠そう、眠たいもん。本当に楽しかった、楽しかったし美味しかった、いっぱい。あ、これだけ見せれる、今日の朝ごはんビュッフェスタイルだったんですけど、今日の朝ごはんはてか本当になんか今日のやつはなんか やりたいことができた、いっぱい。てか一個とにかくめっちゃもうやりたい、めっちゃやりたいと思ってたことができて、それは嬉しかったっていう。あれ今何見せ、あ、今日の朝ごはん見せようと思ったんだった。今日の朝ごはん見せようとしたらマネージャーさんから連絡来たからそれ読んでたら分かんなくなっちゃった。今日の朝ごはんは見て、今日の朝ごはんのビュッフェスタイル、海鮮丼を自分で作りました。
え、作るのうま。え、作るのうまくね。これはあの普通にカメラ回ってないのでこれはカメラ回ってない普通に朝ごはんなので全然。じゃん、今日の朝ごはん、私の海鮮丼、湯葉、温泉豆腐、あ、温泉卵、こちらがアボカドとローストビーフの黒いハンバーガーで、これがベーコン、違う、生ハムとクリームチーズのアップルパイ。え、マジで人生で食べた海鮮丼の中で結構上位に入るぐらいこの海鮮丼美味しかった。そう、甘エビがまずちゃんと甘いの、めっちゃうまかったです。朝ごはん結構食べる。あ、でもこれはご飯は小盛り 60g。 そう、なんか選べたなんかね、そこのそのビュッフェスタイルのご飯のなんかご飯容器みたいな、ご飯ロボみたいなのがいて、こんだけって言ったら小盛り、少なめ、普通盛り、大盛りってあって、そう、小盛り 60g って書いてあって 60g にしたんですよ。でそしたら全然もうなんかコロンみたいな感じで、え、これ足りないわって絶対思ったんですけど、でもまあ一旦ね、ビュッフェだからいろんなもの食べたくなっちゃうから、一旦これでいいやと思って、これにしようと思って、この 60g にしとこうと思って、で海鮮丼作ったんですよ。 60g で正解そう、 60g で正解。これ以上多かったらもう 1g でも多かったら食べれなかったそう、これがマジでうまかったです。ダブルドボン、ダブルドボン。美味しいものいっぱい食べました。本当にめっちゃ美味しかった、全部が美味しかった、美味しくないものなかった美味しくないものなかった。全部美味しかったです。美味しくないものなかった一個も、この2日間食べたご飯。
他何食べたっけな。でも他はね基本的にねカメラが回ってたりするからまだ見せられないものばっか。そうなのよ、今後のネタバレになっちゃうから。なのでこれから先を楽しみにしててください。よろしくお願いします。あ、最後に美味しくないものはなかったんですけど、まあ後でインスタか何かあげるんですけど、あげるかもなんですけど、私ブリッジに本じゃないですか、橋本、初めて橋下って書かれたそう、今日使った備品に橋下って書かれた、初間違いされた、嬉しかったです、初間違いなんか私って本当になんか下の名前をこう間違えられることとかってよくあるんですよ。ひなさんって呼ばれることとかあるんですけど、もう上はね基本的にね本当に何も、もうなんかただもう名字ランキング20何位とかなので全然間違えられることないんですけど、初めて間違えてもらって、もうそう初めて経験できました、その間違えられる、名字を間違えられる経験、だから嬉しかったです嬉しかったです。逆にタピオカ、もし久しぶりにタピオカも飲めた、まあ、橋下って書いて橋本とも読めますからね、うん、おっぴさん、くま、ありがとう。他なんかあるかな、でもない、うん、ただ眠いぐらい、眠いのが一番ぐらいそれ以外は全然本当にもう楽しかったで、なんていうの、片付いちゃう、早く言いたい。みんなに見て、TVer の衝動も見なきゃ、やってみちゃう。いつでも寝れるよマジで。ほんまに。でもいつでも目まぶた閉じれる。それはみんなそうか。
それはみんなそうだよね。みんなもまぶた閉じてって言ったらいつでも閉じれますもんね。ミスってるわ。普段寝つき鬼悪い、鬼悪い。でもこのさ、荷物を片付けるのがいつも嫌だ。あ、無理、無理すぎる。ドボンもしながら片付けなきゃいけない。ああ、ドボン。ああ、されなかった。あと、久しぶりにとあることにチャレンジして、なんか懐かしいなって思った。てか多分今本当に最近私のことを好きになった人って知らなかったりそれを見たことなかったりするのかなって思って、そう、それもいつかね、放送を待っててください。人参って誰やって、あれ見たんかこの間の野菜シスターズ、人参って誰やってたんだっけって思ったら、あ、そうだ、人参嫌いのやつだったと思ってすみちゃん、あらだ、あらださん、ハートありがとう、ありがとうございます。マジですぐ寝れる。でもダメ、ドボンしなきゃいけないから。眠そう、めっちゃ眠い。いつでも寝れる。でもこのロケを通して心に決めたことが一個あって、それはまだみんなに言えないんであれなんですけど、心に決めたことが一つあります。もうハルピョンが1位でいいやって思ってしまう嬉しい、ありがとう、ありがとう。優しい、みんながそう思ってくれればいいんだけどそんなことないからさ、頑張るんだ。熊高さん、エルグさん、10ありがとう。
しよう。いつでも寝れるよ。でも3分の1終わったんだ、すごっ。とりあえずコンタクト取れば、私からコンタクトを取ったらやばいぞ。寝るぞ寝るぞ。寝ていい体勢に入っちゃうからね。寝るよ完全に。ダメ、あと50分はドボンしなきゃ。この2日間できなかった分ちょっと頑張りたい。今日絶対にこの後やりたいことは、喉ヌールスプレーをシュッてシュルそれいっぱい喋ったのこの2日間だから、多分喉を負担かけすぎてるから、また運動会の時みたいな声、あのテレ東さんの運動会の時みたいな声になっちゃうから、そう、ケアとしてまつげ美容液もする、メイクも落とす、まつげ美容液収録、ママに聞きたいことあるなと。直吉さんハートありがとう。なんかさ、ここのさ、ここのじゃないや、このさドボンでさ、なんかみんなのさ最近名前いっぱい見てるからさ、なんかさこの2日間全然見ることできなかったじゃないですか。だから今ここでめっちゃ見ててすごいなんか安心する。ショールームもそうだけど、みんなが名前あろうと思って、なんか知ってる名前が多いと思って安心するね。ありがとう。髪の毛だけ外そう。めっちゃさ今日のさメイクさん三つ編みうまくない？このなんかほぐほぐ感、私が好きなほぐほぐ感、なんかめっちゃほぐしてくださるメイクさんっているんですけど、でもその私ってあんまほぐしすぎるとあんま好きじゃないんですね、その三つ編み。でもめっちゃ今日のメイクさん上手、このほぐほぐ大好き、これぐらいのほぐほぐ。そう、まあ全然ほぐしてくださいって言ったらめっちゃほぐれた時は私別に何も言わないんですけど、でもあーもうちょっとほぐさないで欲しかったなみたいなあるんですよ。そう、でも別にまあ私がほぐせって言ったからほぐせなんで、あこの写真、これぐらいの写真を撮っとけばいいのか、これぐらいの感じのなんかあんまほぐしすぎないでこれ撮っとこう写真に。よし、
毎日11時ぐらいになると橋本さんのショールーム見たいなって思う時ある。あら11時夜夜見ないと寝れないって。今日でも雨だったんですね。そのお仕事させていただいた場所が湿気でめっちゃ巻き取れちゃった。綺麗に巻いていただいてたのに、そう悲しい巻き取れちゃった。うーん、最近ねショールームはいつも10時15分ぐらいからそのボーナスタイム終わってメールも送り終わってちょっと一段落したぐらいから、まあ、11時、まあ、1時間ぐらいやってるって感じだからあれだけど、朝配信とかメイク配信したことありますよ。もちろん1600日やってるんで。そういう日もある。22時に仕事終わるからちょうどいい。お、やったね。アルペオのための仕事だ波動の当選メール来たのでピョンちゃんの波動解禁書を守り抜きました。いやー、すごっ。私波動何回出た？5回ぐらい4回ぐらい。すごっ。次6回目。あ、そんな出てんだね私。なんか波動のみんな最近波動のさあれ行ってるじゃないですか、旅行。なんか本当は私も行く日が決まってたんですけど、そう行けなくなっちゃって、その日がリスケになって、そうだから。でまあひーちゃんのね、この後1月にひーちゃんの卒業コンサートがあるじゃないですか。だからなんかそれのレッスンとかが始まってきちゃうから、まあ12月とかになったら、だからちょっとなんかまだ、まあそれこそまだ油断はできないんですよ。そうでなんか2月、そのそれが終わったら2月以降だったら多分そのコンサートとかも一段落してるんでいけると思いますみたいなマネージャーさんに言われたのね。でも私は言いました、ドボン出る気満々な、ドボンライブ出る気満々なんで多分厳しいと思います多分ドボンライブのレッスンが入るので2月も厳しいと思います自分から宣言していくスタイルそうで、まあ3月もコンサートはあるじゃないですか。3月16、17だからドボンライブ終わってからもあるから、まあきっとね私が行くのはむしろ春先とかの方がさあったかいからいいかもねみたいな思いました。わかんないけど、まだいつ行けるのかわかんないけど、うん、そう。なんか行けるところがなんか自由じゃないらしくって、そうなんかある程度ここかここかここかみたいな場所があるらしくって、まあ今シーズンオフだから別に福岡行ったところでなんであれなんですけどまあまた行くって決まっ、ちゃんと行くって決まったら、うん、考えたいなと思います。今はまだ。え、静岡はちょっといい行き過ぎてるから大丈夫。でもさすがにスタッフさんにお願いしました。あの金沢とか軽井沢とか行ってるメンバーやっぱいるじゃないですか、この波動のあれで。ちょっとさすがにそこはもういつでも行けるのでみたいな、うん、それはちょっとお願いした。さすがに
いや普段はね、そうなんて言うんだろう、もう行けるだけでありがたいから、そんなね普段はそういうことあんま言わないけど、でもちょっと決まってからそれ言うのも良くないじゃないですか。じゃあ金沢行ってください、いや金沢はみたいな言うのも良くないから、そうだからちょっとまだ日程も決まってないけど、うん、日程も決まってないけど、ちょっと先に言っとこうと思って、ちょっとそこら辺はみたいな、さすがにそこら辺はお願いしましたね。だっていつでも行けるもん金沢すぐそこ、もう ANA さんいらない金沢ってなったらだからそう、もう何あれで行けちゃう、バスで行けちゃう、もう車で行けちゃうそう車で行けちゃう、さすがにお願いした、さすがにわがまま言っちゃったそこは、うん、北陸新幹線もいらない、もうその距離だったら車で行けちゃう、自転車でも頑張れば行ける、歩いても頑張れば行ける、うん、ちょっとそこは言いました、ね、てか首がまだちょっと絶妙に痛い、なんでだ、なんかせめて旅行してる感欲しくない？逆隣の新潟、多分新潟県に入るのは楽ですよ、そう新潟県に入るのは楽だけど、新潟市が遠いんだよね確か、新潟って富山から行くってなると、そのなんか栄えてるところみたいなのが遠いらしい、ごめん充電なくなった、あと来週もちょっとできない日がある、どんぐらいできないか分かんない、でも今日よりは、いや分かんないな、今日よりもできないかもしれないし、今日よりはできるかもしれない、どっちか分かんないけどって感じの日がある、まあお仕事ありがたい嬉しい万歳、18-19は握手会でしょ、朝早い一部からだで、20日波動でしょ、あそうだこの日あれ、でこの日さっきお仕事入ったでしょ、で23しかも日がなある、やったね、ちょっとここら辺は怒涛のどん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 って感じなので、前々から言ってた通りちょっと中旬厳しいかもっていう感じだった感じなんですけど、ミスターシャコジレさんスイートありがとう、でも前に
なんだっけ、ウィバースじゃない、なんだっけ、スペース聞いてた時にゆきりんさんがなんか本当に久しぶりにしばらく結構なんかのんびりした日を過ごしててみたいな言ってらっしゃったと思うんですけど、てか言ってらっしゃったんですけど、なほっとしました。そう、この間のスペースでそれ言ってらっしゃって、あ、私だけじゃないんだと思って。まあ多分きっと私よりかはもう仕事されてるとは思うんですけれども、でもこう、あ、私だけじゃないんだってちょっとほっとした。うん、私はもうほんとずっとドボンしてるなって思われてると思うんですけど、まあそうなん、せっかくそれはそうなの、それは本当にそうなんだけど、ちょっとドボンしてんだけど正解なんだけど、ぴょんも12時近くまでいたね。どういうこと？どこに？私どこにいたの？12時近くまで。どこにいたの私？レオチさん、ハートありがとう。あ、ゆきりんさんのスペース？入りましたよ、あの後ちゃんと。だって12時に終わるって言ったのに12時に終わんないから酒入っちゃった。うん、まあゆきりんさんあるあるですよね。何時間？1時間で配信終わります。1時間でライブ配信終わります。 YouTube ライブ終わります。その試しが一度もない。キリンさんあるある。喋りたいことが豊富なんだろうね。一回喋ったらあれもこれもあれもこれもって出てくるんだと思いますよ。私もわかるそれ。なんかこの時間まで配信しますって言ったのになんかあれもこれもって出てきちゃって、どんどん結局なんかお何伸びちゃうとかよくあるから、それはわかる。時間の無駄だからいつでも抜けてねってゆきりんさん言ってらっしゃって、でも私はドボンやりながら聞いてたから全然ほんとゆきりんさんのやつにめっちゃもう食らいつくように集中してもうそれしか聞いてませんってわけじゃないのなかったので、別にただドラマ見たりとか動画見る時間が、まあ、ただただゆきりんさんのスペースを聞く時間だっただけで全然いいんです。全然いいんです私は。お豆さんハートありがとうございます。眠たい。日プーは私もよくわからん、見たことない見たことない。でも最近なんか謎に矢吹奈子ちゃんが TikTok のおすすめに流れてきて、そう、あのアイズワン決めるやつの プデュのやつ、奈子さんのが謎に流れてきて見てったらなんかちょっと見たくなっちゃった。プデュやっぱプデュはさ、このその他の先輩とか知ってる48メンバーがいるじゃないですか。そう、それこそひーちゃんとか、まあ、エイトの同期でいうとセリちゃんとかも出てたりとかするから、なんかそういう目線で見れるんじゃないかなと思って見たくなったけど、今は本当に最近はドクターチョコレートをようやく見始めました。 Hulu で。そう、
なんかドクターチョコレートって私どんなあれと思ってたんですけど、どんなドラマなのみたいな、めっちゃなんか謎だったんですけど、1話目見たらめっちゃおもろいやんと思って年齢なんてただの数字、それな。ゆきりんさんにも言っていただきたい、年齢なんてただの数字うん、でも一番体現できる、ほんと全然見えないし、その年齢に、うん、かっけえって思いました。ドクターチョコレート、ぜひ皆さんも、なんかチャーリーとチョコレート工場的なやつかと思ってたの。そう、でも私そのチャーリーとチョコレート工場的なやつも見たことないから何とも言えないんですけど、そうチョコレートが苦手なのでそう、でもちょっと見てみようと思って、ドクターチョコレート見てみた、ずっと見たかったのだから、 Hulu のお気に入りみたいなやつところには入れてたんですけど、ようやく見れました、時間ができた。配信で言ったのか前、そうだ昨日一昨日ぐらい、報酬は1億円と秘密保持契約書、おいしいチョコレート。今期注目のドラマ、え、まだ何も知らないんだけど、今期注目のドラマ全部その予約、録画予約はしてあるんだけど、本当私一気見人間なので、あ、でも家政婦の三田園さんは私第1シーズンから本当に全部じゃないけど一回ね見れなかったシーズンが一個あるんですけど、そう録画ちゃんとできてなくて、でもそのシーズン以外は全部見てるんですけど、めっちゃ面白いし、そのスッキリするし、役に立つこうなんていうのライフハックとかがあるので、それはねおもろい。あ、下克上球児みたい、めっちゃ見たい、めっちゃ楽しみ、早く見るの、野球が大好きなんで見るのめっちゃ楽しみ。何かあるかな、ちゃんと見てないんだよね今期ドラマ何入ってるか。ワンデイ、匿名、あ、匿名おもろそう。橋本環奈さん、なんか前も言ったけど、本当私こういう警察系とかが最近好きになってる。マイホームヒーローがめっちゃおもろいんだっけ、え、なんだっけ忘れちゃった。あ、マイセカンドアオハルでなんか飯沼愛さん、ゆいがこの間ドラマ共演されてた方、なんかニュースになってましたよね。あ、推しが上司になりまして、これ私鈴木愛理さんのことが大好きなので見たいなって思ってます。え、ハイエナって何、テレビ東京系、TVerさんで見よう。篠原涼子さん大好きなんです私。あれで、あの大前春子ですがめっちゃ大好きで、そう。あ、この18歳。何、新妻、新妻、分かんないけど不倫します、これあれですよね、なこさん出てらっしゃるやつ。
鈴木愛理さん推してたから今更アニマルズ見始めてる。私はアニマルズで鈴木愛理さんをめっちゃ可愛いと思ってめっちゃ好きになりました。あの八重歯がたまらん。あとあの笑顔マジ可愛い、マジたまらん、幸せ本当に。そんな感じかな、見たいなって。あ、ドラマされた。ゼイチョウもう面白そう。ゼイチョウ、ゼイチョウ、あ、フェルマーの定理めっちゃこれ TikTok に出てくる。おいしい給食シーズン3、おいしい給食昔なんか富山って基本的にその放送を買ってるんですね、多分どっかのチャンネルさんが、テレビ東京さんから買ってるんで、そう、そのなんかだからめっちゃ後に入ってました。1回1話第1シーズンがめっちゃ後に入ってて、そう、それ見てめっちゃおもろいと思って、市原さん、市原隼人さんめっちゃおもろいと思ってそう、シーズン1は見た、だからそれで見たかな。だからみんなと同じ時に見てないから本当になんか面白そうと思ってて、なんかあーテレビ東京さんかーと思ってたら、しばらくしたら富山で入ったからそれを見てて、うわめっちゃおもろいやんってなった記憶。うん、ドラマ大好きです。私一生ドラマ見てますよ本当に。休日ドラマしか見ない。お、小田久しぶり、久しぶりと昨日ぶり、え、今日の朝ぶり味噌汁がんもどき、秋刀サンマって入らなかったんだね、きっと。サンマって書きたかったけどサンマって入らなかったんだね、きっと。お便りだ。泣いてる。上がりたいのに上がれない、上がりたいのに上がれない、上がれない。一生うちドレミズミンをしてる。よし、ありがとう。味噌汁がんもどき、秋刀さんをドボンできた。やったね。ごめんね、お便りありがとう。楽しかったね昨日。エンドレッドさんハートありがとう。お代理いつも食事の名前になってる、なってる。あのなんだっけ、この間お鍋の時あったお鍋の時あった。なんか食べたものをあれにしてるんでしょ。おもろいよね。そう、なんか私も月1でしか帰れないと思ったんですよ。そう、
なんかファンの方がそう言ってたから、うちらも月一なのかなと思って、とりあえず10月はドボンライブ本気ですっていうので戦って、なんかみんなにこう本気なんだなって思っていただいて、めっちゃハゲてるここ。そう、それで橋本春奈の名前に戻そうと思ってたのね。やっぱ名前売らなきゃいけないから。そう、でもこっちの方がおもろいやんってなって、こっちにした。このままいる、ドボンライブ本気です。なんかあやねちゃんがね、ドボンライブ本気ですさんと当たりましたって言ってくれたのが、そう、可愛くて嬉しくて本気ですにした。そう、そしたらおだえりがなんか食べたなご飯にしますって言ってて、いやメンバー月1でしか帰れなくねって思ったんですよ私。メンバーってか、まあみんな月1でしか帰れなくなったくないと思って、そう、え大丈夫と思ってたら、めっちゃ普通におだえりめっちゃ変わってたから、あメンバーはどんだけでも帰れるんやと思って、そうだから昨日は、昨日本当に電波弱くて、昨日今日だから電波弱めですにしといた電波弱め。やっぱさ、私イライラするんですよね、こう押す出すの遅いと。だからもうそれを先に言っとく、遅いからごめんねって。遅いんだよ私。てか物申したいことが一個あるんですけど、いいですか。なんかおすすめに流れてきたんですけど、なんか今日の可愛いメンバー集みたいな、なんかみんなの可愛い写真使ってたのに私の写真だけ半目だったの。え、そんなことあると思って、え、なんかディスられてる半目でも可愛い、そんなわけなくないみたいな。え、写真の厳選はちゃんとしてほしいと思って、なんか載せてくださるのはすごいありがたいんですけど、なんかえみたいな、しかもそれメンバーのおすすめに流れてきちゃってんだけどみたいな。そう結構萎えた。え、可愛くないよみたいな、え、つらみたいな、やめてもろて。ただでさえ目の力、目の筋力ないから半目、基本半目なのにうちやめてもろて。いや、載せてくださるのはありがたいですよ。ありがたいですよ。嬉しいですよ。本当に。ありがとうって気持ち。半目しかないやん。おう。いや、私が半目を作らなきゃいい話だと思うんですけど。半目は誰でも可愛くないって。マジで。ブチャイクだって、さすがにそれはやめて。なんか喜んでない、可愛いって、その写真可愛いって言われても喜べない。うん、結構悲しい。さあ、ということで
42分あーピョンムービー撮ってないんだった。メイク落とせないわ。42分なんでメイク落としながらちょっと喋っていこうかなと思いますって言おうとしたけど、今日ムービー撮ってないからメイク落としてなかった。せっかくなら可愛いメイクした顔で撮りたいじゃん。ああ最悪バースト、ミッチーさんバーストさせた。最低さらすさらす。まあ私もバーストさせてしまうことあるんですよ。そうドラマ見ながらやったりとかしてるから、自分の番になった時にドロー3のカード何枚出してやったみたいななってて、あれみたいな、やばいみたいなごめんと思って。今日は富山の人と会いました。まだ寒くないって、え、マジでまだ寒くない、全然。いやでも朝夜は多分なんかちょっとずつ冷えてるなっていう気持ちはあるんだけど、マジで都会あったかい、都会あったかい。でもこの間冬至だったんでしょ、なんか誰かが言ってた、誰だっけ、おいしょいちゃった。富山熊出ますよ、出てますよ、めっちゃ。あ、立冬、立冬です、それ立冬。今日立冬？あ？この間立冬って言ってたよ。都会に染まるハルピョン。いや染まってないんだけど、勝手に染めないでもらっていい？やめて。染まりたくもない。別に都会が嫌いなわけじゃないですけど、なんか別に。違う、8日の水曜日立冬ですよね。何立冬って聞いた。富山普通に熊出ます。めっちゃ出るよ。てか全国各地で出てるっぽいね。なんかこの間岩手県で出ましたみたいなニュース見たし、うん、この間私はカモシカ見たし富山のあのやってみっちゃのロケ中にえぐカモシカエグ。富すごい。ね、スペードのまま欲しい。あ、最悪ドボンされてる、かわいそう。あったら後頭部を隠して伏せましょう。え、違うらしいよ。
うつ伏せ、なんかリュック背負ってるじゃないですか、だいたいこう登山してる、登山だったりとかしてる時って。だからそういう時にまずリュックで背中を守る、地面にうつ伏せになってお腹を守る、でこうこうして首を守る、首と頭、そう、それが大事なんだって。クマを目の前になったら、そう、なんかそれがいいって前ツイッターで見た。クマ情報めっちゃツイッターに流れてくるから、私多分クマに会っても襲われないわ。とにかくそうで、ひっくり返されそうになっても絶対にその体勢は崩さないようにしなきゃいけないらしい。お腹を絶対に地面につけてお腹を守る、背中をリュックでしっかり守る、で頭と首をこうやってこうやって後ろに手を置いて守る。でなんか基本的には目合わせながらゆっくり後ずさりするのがいいんだけど、でも絶対になんかこうやってこうやって来そうになってるクマをの時はもうストップ、でちょっと一回落ち着いたなーみたいになったらちょっとずつ後ずさりするのがいいってツイッターで見た。私だからもうすごいよ、うちクマ、クマに会っても、いや会わないのがね一番いいんですけど、そうクマに会ってもなんとかできそうなぐらいの知識はめっちゃある今。今知識だけめっちゃある。そう、なんでクマ下に降りてきてるんですかね。なんでなんだろう、なんでって理由言ってます？知らないんだよね、うち。そのなんかちゃんとニュース見てるわけじゃないんで、そうなんかチラッと見たニュースで、あ、そうなんだって思ったりとかしてるから。あ、餌がない、なるほど、まあ、それはずっとだよね、それはずっとじゃない。一生そうだよね、冬眠がうんちゃらみたいな。一生だよね。でも今年めっちゃクマのニュースしてない？なんか例年のなんか50倍ぐらいクマのニュースめっちゃ見るんだけど。イクマさん、ハートありがとう。クマだ、クマ、イクマ。クマだ。鈴木清隆さん、10クマありがとう。クマ、例年より食べ物の、うわ、もっと少なくなってるってこと？いつものじゃあめっちゃ、いつもよりももっと少ないんだ、クマの餌が。いや別にね、仲良くしてくれるならね、別にいてもいいんじゃないかとは思うんですけど、クマさん食べられちゃいたくはないですからね、襲われたり食べられたりしたくないからね。そう、それが嫌だから、それさえしないでくれれば全然一緒に暮らしてもいいんだけどね、クマ。やばい、マンジとかいうどうでもいいコメントに120件もいいねついてる、やばいやばい。今日なんかみんな音合わせ得意になって、あ、わかる、ハートはみんな使ってないんだ、そういうこと。なんか今日めっちゃピョンズと会う。クマってね、あんな可愛いのにね、イラストとかで描いたら凶暴な、やっちゃ。
あ、ドボンされてる、かわいそう。53分だ、そろそろ終わろう。終わって徐々にメイクを落としていきます。あ、まずピョンムービー撮ってから。それではランキングを読みます。キョン爆発的増殖だって。千葉県にはキョンと呼ばれる野生生物がおよそ7万頭も生息しています。ラインニュースになってる。キョン美味しいよ、みんな食べた方がいい。食べた方がいいよ、やばい。なんか絶対さ、この間の運動会前だったらこのニュース食いついてないよね。うん、運動会でキョン食べたから、こんな食いついてる。うちキョンに。ということでランキングいきます。1位アシュラットピョンドさん、2位鉄道の816魂、今朝京急品川駅で撮影さん、3位サプライズレバーさん、4位ミスター社交辞令さん、5位オピさん、6位A ダッシュアットピョンズさん、7位スーさん、8位直吉さん、9位コロポックルさん、10位レタスチャーハンさん、11位くじのダイブさん、12位てつやアットハルピョン大大大好きさん、13位マックミックさん、ありがとうございます。あ、そう、キョンの肉はマジ希少部位らしいから、そう、希少らしいだからそんな食べれないと。知らないけど、言ってたこと言ってるだけ。私も運動会で聞いたこと言ってるだけだから知らないけど、美味しいんでぜひ。え、美味しいからむしろさ売り出せばいいのに、こんなそんなにいっぱい出てんだったら。うん、無理なのか、まあいいか、わかんないから。ということでこのあとあと4分でメイク落としたりとかして、お風呂入って寝る準備して、ちょっとゆっくり今日は寝たいなと思います。みんなね、明日土曜日だからちょっとみんなもゆっくりできる人もいると思うし、まあ、できない人もいるとは思うんですけど、しっかり寝てしっかり回しましょう、ドボン。ということでそれではまた明日の配信はね、程よい時間に。ということでそれでは最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春。ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで6321盛り上がりの皆さんにきっと期待がお届けしちゃう。富山県出身春ぴょんことは橋本ララでした。本当に眠いです。寝ましょう。おやすみ、おやすみ。みんな本当にこの2日間マジでドボン頑張ってくださって本当にありがとうございました。マジ、あの点数が全然なんて言うんだろう、めっちゃもっと詰まると思ってたので私はすごいそれが不安だったんですけれども、あの皆さんのおかげでっていう感じなので本当に感謝する
一方でございますが、たくさん感謝でございます。またね、明日一生懸命頑張るんで、ぜひ一緒に対戦しましょう。それではおやすみなさい。またね、バイバーイ。